50代後半の男性、日村さんの趣味は山菜採りだ。北海道では冬は山菜採りができないが、春夏秋は2週間に1度のペースで趣味の山菜採りに精を出すという。日村さん曰く、山菜採りにもルールやマナーがあるという。例えば、山はだいたい所有者がいるため、事前に所有者に連絡をして許可を取ってから山菜を取りに入ること。これをやらなければ場合によっては窃盗罪と不法侵入で警察に逮捕されてしまうのだ。他にも、先に山菜を取っている人の近くで山菜を取ってはいけない。山の中で人とすれ違う時や目が合った時には、こんにちはなどと挨拶をするなどがある。このルールやマナーは揉め事が起きないようにするためはもとより、遭難者を出さないよう行うものらしい。ここ最近ではそういうルールやマナーを知らない人たちが増えてきたから、山の治安はだいぶ悪くなってしまったけどね。日村さんは肩をすくめて軽く眉間にシワを寄せた。あ、今の話で思い出したけど、数年前に山菜採りをしていた時の話なんだけど、数年前の春の出来事である。日村さんはその日の早朝、札幌市南区小金湯のとある山に行者ニンニクを取りに行った。行者ニンニクとは別名キトビロとも呼ばれるユリ科ネギ属の多年草であり、北海道では4月中旬から5月いっぱいまでを旬とし、ニンニクのような独特の香りと味、そしてシャキシャキと歯触りのいい食感が特徴の山菜である。食べ方としてはバター炒めや天ぷら、醤油漬けなどが一般的で、北海道ではジンギスカンと一緒に食べる機会が多い。日村さんはこの行者ニンニクが大好物であり、毎年自分用とお世話になっている人にお裾分けできる分だけを取っている。小金湯に到着すると、車から必要な荷物を取り出し、早速山の中に入っていく。急な斜面を降りていくと、目の前には川が流れていて、雪解け水のため夏や秋と比べて増水しており、流れも速い。川沿いを川上に向けて歩きながらポイントを探す。冬眠明けの熊に遭遇しないよう、1分おきくらいの間隔で熊よけのホイッスルを吹く。カバンには熊よけの鈴もつけ、中には用心のため熊よけのスプレーも入れてある。山に入って1時間ちょっと歩いた先で、対岸に人影を見つけた。立ち止まってよく見てみると、帽子をかぶってベストを着た男性で、木陰からじっと川の流れを見ているようだ。格好を見る限り釣り人かな。対岸といえども数メートルしか離れていないため、日村さんはその男性の前を通り過ぎる際に挨拶をした。おはようございます。しかし男性は聞こえていないのか、何の反応もない。はよっぽど集中しているな。必要以上に声をかけてうるさいと思われるのも尺なので、日村さんはその男性を横目にさらに川上に向け歩き出した。山に入ってから2時間ほど経過した頃、やっと行者ニンニクが大量に自生している場所を見つけた。持っていた袋にどんどんと刈り取った行者ニンニクを入れていく。自分と人にあげられるだけの量、袋の3分の2ほどが確保できたため、山を降りることにした。帰り道こそ油断は禁物。行きよりも一層周囲や足元を警戒しながら来た道を戻っていく。あと1時間もすれば山から出られるかな。大体の現在地を確認するため、辺りを見回してみると、数時間前に対岸で川を眺めていた男性が同じ場所に立っているのが視界に入る。釣り人って忍耐強いな。日村さんは釣りの邪魔にならないようにと、なるべく足音を立てないようにゆっくりと歩き、男性の前を通り過ぎた。そして男性がどんな釣り竿を使っているのかが気になり、男性の方を振り返った日村さんはぎょっとして思わず固まってしまった。その男性は釣り人ではなく、首吊り自殺をした死体だった。